ちょっと隠れてました。名作ですわ、ほんまに。これよりも性能上回ってると僕は思ってるんですよ。じゃあおすすめ層どんな人がおすすめなんかっていうと、はい、本日はですね、こちら素材重視のシンプルな名作ダウンをご紹介していきたいなと思います。ということで、今回初でございます。何かというと、パタゴニアのダウンジャケットを購入してまいりました。で、僕あんまりパタゴニアのダウンジャケットってフリースまでは紹介してたんですけど、ダウンジャケット紹介してなかったんで、あ、今回いいタイミングやなと思って購入させていただきました。あのロフトマンっていうセレクトショップで購入させていただいたんですけど、ロフトマンさんに聞いたら、どうやらこれ定番で、まあ少しずつこうアップデートしながら作ってるんで、まあ毎年出てますよって言われたんで、あ、そうやったんですね。僕全然パタゴニア意識しなかったから、紹介してみますっていうことで購入させていただきました。今回ですね、こちらがで、ね、フィッツロイダウンフーディーという名前になっております。で、フィッツロイって何なんかっていうと、なんかアルゼンチンのところにある山の名前が、まあパタゴニアってあるんですけど、まあそこのね、山の一つの名前みたいです。だからフィッツロイっていう山があって、そこで着る用のダウンジャケットとして開発されてるということなんで、デメリットの部分もそこがちょっと引っ張られてくるんですよ。山で着るようやから、これちょっとデメリットですよねっていうのがあったりするんですけど、まあその前にまずサイズ感からいきましょう。サイズ感がですね、こちらいつも通り、M サイズで着用しております。僕178センチの、70キロぐらいで M サイズで着用です。だから日本サイズが僕 L なんで、日本サイズを1サイズ落としてもらったら大丈夫かなと思います。ちょうどいい感じのサイズ感ですね。僕今ロンティで着てますけど、パッてこれ前閉めたとしてもまだちょっと余裕はあるので、なんかパーカーとか、スウェットとかでも全然いけるかなっていう感じのサイズ感ですね。でね、今回ね、このブルー選んだんで、ね、めちゃくちゃ勇気いったんですよ。っていうのも僕パーソナルカラー的にブルー似合わへんから微妙かなと思ったけど、結構明るめのブルーやからいけるなと思って買いましたけど、皆さんそんな興味ないですよね。で、このねダウンジャケットね、着てみてよかった。ちょっと隠れてました。名作ですわ、ほんまに。で、何が名作なんかっていうと、今から言うんですけど、これね、めちゃくちゃ軽いんですよ。でもめちゃくちゃ軽いって言って、はいはい、またダウンの軽い話始まったでって思うかもしれないけど、ちょっと待ってくださいね。よくこれ似てるなと思ったのが、パッて来た瞬間思ったのが、あのライバル会社であるノースフェイスのこのビレイヤパーカーに似てるんですよ。で、ビレイヤパーカーに、あ、似てるなと思って、ようよう見ていったら、このパタゴニアのダウンジャケットもビレイするように作られてるんですね。で、ビレイってこう山登りしてる時にちょっと休憩する時、汗とかで冷えた寒いからっていうので、上パッて羽織をとして作られてるから、そもそもリュックとかにこうギューって収納できるのもそうなんですけど、まあ軽く作られてるっていうところがね、似てるなと思ったら、やっぱりそうやって用とか一緒だったんで似てました。ただ用と一緒じゃないですか。じゃあこのビレイヤパーカーね、じゃあ僕あのパタゴニアのちょっと変わってる人着るからノースフェイスでいいですわっていうかもしれないですけど、ちょっと待ちくださいと。実はですね、これよりも性能上回ってると僕は思ってるんですよ。で、それなんでなんかっていうと、まず重さがいきます。重さがノースフェイスのこっちが780g ぐらいなんですね。で、 780g がダウンジャケットって言われたってあんまりピンときいひんし、これでピンときてる人はちょっとダウンの変態でございます。で、僕もピンとくるんですけども、何なんかっていうと、例えばこれ他で考えたら分かりやすい、バルトロライトジャケットって言ったら 900g ぐらいあるんですよ。あ、1キロぐらいあるんか。あ、それに考えたら780って軽いなって感じじゃないですか。で、もうちょい軽いの言ったらヌプシジャケット、あれはね 600g ぐらいであるんですよ。あ、結構軽いなって感じじゃないですか。このフィッツロイ何ぼかっていうと、なんと500切ってます。 485g って聞いて、あ、これ聞いたら皆さん思ったでしょ。あ、確かに軽いなと。さっきまで 485g で何のことかさっぱり分からないんだけど、あ、そう聞くと軽いんやなっていうのが分かるじゃないですか。で、まあ軽いっていうと、またお得意のあれでしょと、ダウンの量減らして、あのカスカスやから軽いんでしょと思うじゃないですか。これがね、結構中綿、ダウンの綿入ってるんですよ。で、体感で言うとノースフェイスより入ってます。まあそれはお前の体感やからそんなこと聞いてないねんっていう話人もいてはるかもしれんねんけども、はっきり言うと中に入っているこのダウンの綿ですよね。中のダウン、これもこのパタゴニアのやつの方がええやつ使ってるんですよ。ええやつって言うと何かっていうと、フィルパーで出せるじゃないですか。で、フィルパーがこれ800フィルパーなんですね。で、800フィルパーを結構詰め込んでて、ノースフェイスの方は全然その何百フィルパーって明記してないので結構低いとは思うんですね。そんなに高いやつだったら高いの絶対言うから、言わへんってことは低いんやと思うんですけども、そう考えると暖かさで言うと、おそらくノースフェイス超えるんちゃうかなっていう印象があるんです。ただノースフェイスのこのビレイヤパーカーって雨に強いんですよ。だから、まあ、ゴアテックス使ってるっていうのもあるし、そもそも中綿にポリエステルも使ってるから雨に強いっていうところもあったりするんですけども、まあ、これは純粋にダウンで作られてるので、保温力だけで言ったらね、あのこっちの方がまあ暖かいやろうなっていうことがまあ想像できると思います。で、これがまあダウン92、フェザー 10% っていう割合なんで、まあまあ高品質な、ダウンジャケットになってて、まあ、しかも800フィルパーでそこそこ中綿入ってるんちゃうかなって、これ見ていただいても思いません？確かにこうあったかそうやなっていう、もこもこしてるのがね、見ててわかるかなと思うんですけど、確かにあったかいです。で、これカラーがね、ブラックとイエローがあるんですよ。で、イエローをね、最初迷ったんやけど、あ、これ黄緑みたいなイエローちょっと僕あんま好きちゃうなと思って、あの持ってはる方いたらしたら本当申し訳ないんですけど、もうちょっとはっきりしてる色がいいなっていうことで今回青をねチョイスさせていただきました。ただとは言いながらね、これデメリットございます。まあ、何がデメリットなのかっていうと、見た感じ見てください。めっちゃシンプルなダウンジャケットで、横にファスナーついてて、しかもジッパーあって、であったかいダウンジャケットで何があかんのっていうことなんですけど、やっぱりねビレイするよってことで山に登る感がめちゃくちゃ強いんですよ。で、山っぽいじゃないですか、シルエット的にも。でね、これなんでなんかなと思った時に、今のねダウン
ンジャケットってね、どのブランドもそうなんですけど、例えば、これ袖がないからあんまり説明しにくいけど、こう袖があったとするでしょ。そしたら今のダウンジャケットって綺麗に見えるように、この脇の部分はダウン減らして、この身頃の上の部分だけダウン増やすとかっていう風に言って、シルエットをね調整してるんですよ。ただこの今着てるパタゴニアのダウンジャケットに関しては、分量が同じような感じで入ってるから、なんていうの、同時に着ぶるくれしていくっていうか、こう出て欲しくないとこも出ていくし、出てもいいとこも出てくるっていう感じで、こうボコンってしやすいっていうかね、あの昔のダウンジャケットってそうやったんですよ。ただ今のダウンジャケットって考えられてるから、ここの腕の最後手首のところって細くしていった方がいいよねとかって考えられてるけど、そういうのではない。だからあのボコボコしてるっていう感じなんで、ちょっとマチっぽくないんですね。これ着てて、あ、マチ着で着れそうやなっていう感じよりか、まあ着れんことはないと思うけど、まあ山も着れるやろうなっていう雰囲気あるじゃないですか。で逆にマチ着に特化してるやつって山では着れないので、なんでなんかこうちょっと昔っぽい感じするよなってなったりしたら、そういうね細かいところなんですけど、おそらくそういうところが原因になってくるんじゃないかなと思うので、デメリットとしてはちょっとマチ着っぽくないよねっていうところかなと思います。で一応ビレイするように作られてるってことなんで、あの撥水の加工とかもされてはいてるんですけど、大雨の時にこうやって帽子かぶって、あのダウンジャケットだけっていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。っていうのも、いやいや雨の日なんか傘差すからもうお前黙っとけって感じなんですけど、これね海外は傘差さないんですよ。この間ハワイ行ったんですけど、ハワイとかでね、雨の日どうするんですかって言ったら、傘差さへんって言って、え、じゃあ濡れていいんですか、濡れてるって言ってたんで、まあそういうこと気にしないっていう感じなんで、撥水できるのもめっちゃええやんぐらいな感じで来てるらしいんですよね。だから日本人ぐらいねこうやって傘持ってたりしたら、雨とかいいかもしれんけど、まあ雨とかの時はちょっと気をつけてくださいと。多少の濡れば撥水効いてるから全然いいんですけど、びしょびしょになるのだけはね、ダウンがまたぺちゃんこになるから、クリーニング出さなあかんとか、復活のやり方がまたあの洗濯機のコインランドリー行ってテニスボールぶち込まかなあかんとか、ややこしいこといっぱいあるので、それはちょっと一回ね気をつけておいてほしいなっていうことで、まちぎっぽくないっていうのと、濡れないように気をつけてください。多少の雨やったら撥水の加工効いてますよ。でじゃあおすすめ、そうどんな人がおすすめなんかっていうと、これね、まあ、あくまでビレイするよっていうことやったんで、ビレイする人ってね、まあ、この持ち運びが本来できるはずだけど、このダウンジャケットは持ち運びするようにはなってないんですけども、ビレイバージョンってことは、重ね着ができるんですね。なのでむしろ重ね着する用のダウンジャケットなんですよ。こうロンティの上に1枚浮かばって羽織るっていうよりかは、こう重ね着して、ちょっと今近くに手元にあったんでこれ着ますけども、例えばこんなジャケット着ましたと、で雨降ってきたなとか、うわ寒なってきたなっていう時に、この上からパッて羽織るようにサイズ感もされてるし、ビレイってそもそもそういうやつなんで、こう重ね着がねする方とかにはもってこいの感じになってるんじゃないかなとか、あとこういうねでかいポケットもあるんですよ。でこれ何入れんのっていうと、まあ、グローブとかですね。グローブとかここにバーンって入れたりもできるし、あと濡れた状態でこれ着ていいのっていうことなんですけど、もうそういうように作られてるので、まあ、汚れがつきづらかったりとかっていう、もう、こう重ね着するのが前提として作られてるっていうのが、まあ、そういう方には向いてる。ダウンジャケットロンティー1枚とかよく聞くけど俺無理っていう人なんかは、こういうねあの元々サイズをゆったりしてるやつとかいいかもしれないですし、あとねどういう方がいいかっていうと、室内で着るとかっていうじゃなくて、もうずっと一日中外にいてるっていう人いるじゃないですか。例えば子供のサッカーずっと見てるとかね、子供の野球ずっと見てるとかね、そういう人なんかにめちゃくちゃ向いてるようなダウンジャケットになってます。なんかほんまにあったかいですし、重ね着する用のダウンジャケットとして作られてるので、他の父兄のお父さんとか見てみてください。長いロングコート着たりしていっぱい着込んでる、寒いなって言ってるけど、これ着て、上からこのダウンジャケット着るでしょ、もう全然寒くない。澄ました顔でね子供たちの野球を見れる。なんか誰々くんのパパだけめっちゃなんかかっこいい感じで立ってるね、他のお父さんみんなこんな感じで立って貧乏ゆすりしてるけども、誰々くんのお父さんだけこうずっしり立ってるよねって言われるかもしれないぐらい、子供たちのね評価が上がるかもしれないダウンジャケットっていうところが、このフィッツリーダウンフーディーになってるんじゃないかなとは思います。だから面白いですよね。普通ダウンジャケットって半袖とかロンティの上から着た方がいいでとは言うんやけども、このダウンに関してはビレイ用として作られてるので、ビレイって休憩する時とかやから、行動する時はこれで行動するんだけど、休憩する時はこれで休憩するっていう感じになってますので、少しね王道とは外れてはいてるんですけど、ただなんせ値段が安い。最近もう10万ぐらいするのが当たり前になってきてるんやけど、これねなんと5万5000円でございます。で5万5000円というと、僕が大好きなねノースウェイスのねあのラオジャケットっていうのがあるんですよ。マウンテンジャケットっていうのがあるんやけど、それはね今5万円超えてて6万円近くするんですよね。だからそのラオジャケットよりも安いダウンなんですよ。なのでコスパはかなりいいと思います。でもし仮に5万円以下でダウン選べって言われたら、もう今のところもしかしたらこれになるんかな、消費税抜いたらねこれになるんちゃうかなっていうぐらい、なんかより上かなって今個人的には僕は思ってますので、5万円以下やったらね、まあちょっとそれは着ていいかと今後どうなるかわからないんですけども、まあそういったところでちょっと外で着る用のダウンジャケットとか活動用のジャケット、探してたよとか、ちょっと汚れてもいいダウンジャケット探してたよって方なんかにはねいいんじゃないかなということで、本日ですねフィッツロイダウンフーディーを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。